私も可愛い自分のお部屋欲しいな。そうだね。ねねちゃんのお部屋もあるといいね。あ、じゃあねねちゃんのお部屋作ろう。わー、やったー。嬉しい。家具とか一緒に選ぼう。うん。お部屋できたわー、とってもかわいい。よかったね。うん、ありがとう。でも、この棚はちょっと大きかったみたい。そうだね。でも大丈夫だよ。うん、ありがとう。この棚は、実はベッドになるの。じゃーん。わー、すごーい。これでお部屋でゆっくり過ごせるね。うん。お部屋できたけど、お部屋で何をしたらいいんだろう。あ、そうだ。ブルちゃんが何してるか見に行こう。メルお兄ちゃん何してんのかな。あ、本読んでる。歴史の本読んでお勉強しよう。ふむふむ。ふむふむ。ふむふむ。ねねも本読もう。ふむふむ、ふむふむ。こうやって過ごすんだ。あれ？ねねちゃん本読んでるの？ねねちゃん、本反対だよ。そうなの？わからなかった。こっちか。あとはお部屋で何をしたらいいんだろう。メルちゃん見に行こう。どこ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 。あ、お掃除してる。衣装どかして。しよう。初めてのお掃除、きれいにしよう。テーブルをどかして。椅子もどかそう。机もどかそう。よいしょ。こっちもきれいにしよう。
よいしょ、よいしょ、よいしょ。お着替えできた。かわいい。ねねもお着替えしよう。このお洋服にお着替えしよう。お着替えできた。ねねちゃん何してるの？あれ？お洋服反対だよ。間違えちゃった。本当だ。あ、そろそろ寝る時間だ。初めて一人で寝るの楽しみだな。おやすみなさーい。どうしよう、怖くて全然寝れない。メロお姉ちゃん、メロお姉ちゃん、ねねちゃんどうしたの？もう寝る時間だよ。怖くて一人で寝れないの。一緒に寝てくれる？いいよ、一緒に寝よう。ベッド狭くなっちゃうから下で寝よう。うん、メロお姉ちゃんありがとう。ねねちゃんおやすみ。おやすみ。すやすや、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 すやすや。ねねの新しい机を紹介しまーす。へー。まずは猫の定規。猫の形でラメが入っていてとっても可愛いの。これはサボテンのペン。形が可愛くて買ったの。あとこれはレインボーの可愛いノート。自分でシール貼ったんだ。これはフラミンゴの形のテープ。これもとっても可愛くてお気に入り。フラミンゴの形。これは星のペン立てだよ。カラフルな星が入っててとっても可愛くてお気に入り。中にはペンとハサミが入ってる。これはピンクの糊。キラキラしてて可愛い。あとはピンクの電卓とホチキス。この机はここを開けることができるの。開けるね。こんな感じです。ここには学校の予定が書けるメモと可愛いシールがあります。このノートに貼ったシールが入ってます。可愛い。あとこの可愛いソファーはベッドにもなるの。じゃーん、気持ちいい。このかわいい棚はミルちゃんにもらったの。かわいい。まだ何も入れてないんだ。お菓子とかいるよ。ねねちゃん慣れてきたからそろそろ一人で寝れるね。まだ寝れないよ。